今回はね、カフェラテということで、こちらの方ですね、になります。非常にこれ匂いが強くてね、カフェのいい、コーヒーのいい豆の匂いがするんです。これ結構上品なね、味なんですが、まあ飲んでみてください。はあ、いいですね。コーヒーはネスカフェですよ。ダバダーラーラーダバダーってやつですね。ね、歌ってしまったじゃないかみたいなね。まあコーヒーはネスカフェですよ、本当にね。ですが、このね、香りとコク、上品だね、これは。コーヒーが2、ね、ミルクが2、甘さが2と。全部2揃いです。ちょっとお値段高めだけど、なかなか美味しい味ですよ。で、この味とね、この旨味のあるコク、まあ何とも言えない味ですね。で、美味しくてね、まろやかで、うん、本当になかなかいける味ですよ。で、結構これ、こういうのっていうのは、いい味出してますね。本当にこの、本当にコクがあって、ミルクが入ってて、まあこれお湯で入れたんだけど、まあお湯で入れなくても、まあ、あの牛乳温めてそこに入れてもいいかもしれないですね。非常に滑らかで、ほんと上品な味で、やっぱり他のコーヒーのこういうスティックのと明らかに違うね、これ。うん、すごい上品、これ。だから値段ちょっと高いんだけど、まあ、やっぱりネスカフェが一番かね。やっぱりちゃんと、こうやってすごい細かく砕いた豆をさ、入れてるからさ。で、しかも、こういうコーヒーって年月、時間とか経っちゃうとすごくね、新鮮な時期って短くて、時間が経つとまずくなっちゃうんですよ。味が落ちるんだけど、これは新鮮なまんまの状態。だから完全に空気が入ってない状態ですよね。で、来ていて、で、この、まろやかであり、コクのある味わい。苦味が多少やっぱり強いですよ、このコーヒー。でも苦味は強いんだけど、まあそこがまた、ミルクの味と相まって、いい味を出してるなっていう感じですね。どうもありがとうございました。